皆さんこんにちは。東京オートサロン2020のチューリブースをお楽しみいただいておりますでしょうか。ここからのお時間はオートバイレーサーでありモジュールとも関係の深いこの方をお招きしたちょっとユニークなオイルトークショーを始めてまいります。それでは早速ご紹介いたしましょう。青木信明さんです。どうぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それではおかけください。はい、はい。ご存知の方も多いかと思いますが、青木さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。青木さんは1971年群馬県出身。10歳の頃にお父様の勧めでポケットバイクに乗り始め、1984年に全日本ポケットバイク選手権で優勝すると、1988年からロードレースに参戦を始めます。93年にはロードレース世界選手権 250cc クラスに参戦し、マレーシアグランプリで優勝を飾ります。1997年には 500cc にステップアップし、ルーキーオブザイヤーを獲得。その後も GP500 で戦い、そして2005年からは MotoGP 開発ライダーとして鈴木と契約、マシンの先行開発に携わりながら鈴鹿8台にも参戦し、2009年に優勝。現在は鈴木テストライダーを務める傍ら、鈴鹿8台にも現役選手として参戦されるなど第一線でご活躍されております。はい、はい、ありがとうございます。さあそれでは早速いろいろと伺っていきたいと思うんですけど、そうですね、実はですね、はい、バイクのお話というよりは今日はですね、青木さんがいつもトランスポーターとしてお使いになられています、はい、うん、ハイエースにハイエース実はこちらのフラグシップオイル 300V を入れてみたというお話を今日お聞きしたいんですが、はい、まあ、でもどうして 300V を、はい、まあ、マシンではなくというかハイエースに入れてみようと思ったんですか。はい、まあ、僕そのレース用のマシンから、はい、まあ、普通 の, その、まあ、プライベートでハヤブサっていう、あ、はい、知ってます、知ってます、はいはい、バイクに乗っていて、はい、まあ、もちろんそれにはもうモチュールを入れてるんですけども、はい、まあ、高性能な、まあ、バイクだったり車だったりっていうのにはこうモチュールはまあ普通に入れるじゃないですか。そうですね、はいはい、でももうそのすごく出来上がったものに対して、はい、まあ、いいものを入れてもなかなかこうじゃ本当にいいのか悪いのかっていうね、はい、このオイルのレベルが分かんないぞと自分で思っちゃったんですよ。はい、本職がまあこのテストライダーっていうのを長くやらさせていただいているので、はい、じゃあこのオイルをいつも乗ってるもうハイエース、はい、まあ、ただが百何十馬力 の2.3.7 かな、はい、2.7 かな、はい、の車に入れたらどうなるのかなというようなもう単純な疑問からですね、はい、入れてみたんですね。すごいです。ちなみにその年式って何年もののハイエースなんですか。この間新車で買って2年受けたんで2年ちょっとです。あ、はい、だから2018年もですかね。まだまだ、はい、新しいやつです。はい、でも実際にその入れてみて走ったその感想はどうだったんでしょうか。はい、もうザクッと結果論から申し上げますと、はい、いいんですよ。やっぱりいいですか。まあ、いい、だからこの一言にいいって言ってもね、じゃあ何がいいんだよっていうお話なんですけども、あとどんな風にいいのか、はい、まあ、例えばそのオイル入れたなり、そのおそらくそのチューニングパーツ入れたなりで、はい、まあ、体感するのはこうずーんとこうアクセル踏んでって、はい、じゃあこのグラフで見るとビューっとこの辺がいいのかなって思うじゃないですか。入れた途端にその、まあ、入れてそのうちの庭から出るときにちょっとこうアクセルに足乗せるでしょ、はい、加速していく段階、その瞬間にも違うんですよ、はい、だからまあよくはい、みんなに言うのにはアクセルに足を乗っけただけで、車が前にスルスルスルって出ますよと、スムーズに加速していく。そうなんです。だそのもう、違いに驚きを隠せなかったというか、はい、こんなにこのオイルだけで違うんだと思ったんですね、はいはい、でそれでまあいつも本当に高性能バイク高性能の車に入れるのはもう、はい、ね、そのとりあえずクラッチつなげただけで出ちゃうから、はい、なかなかこう違いは分かんないですけども、はい、本当にハイエースみたいな非力な重たい車で、アクセルに足を乗っけただけで、はい、その本当にスルスルスルと出る感覚は、あれはね、割こう僕にとってはすごく衝撃的だったんですよ。ショッキング。そう、こんなに違うんだと。
いうのを改めてその感じさせられたという事件でした。如実な違いがもう踏んだ瞬間指先から伝わるみたいな。そうなんですよ、はい。まあ、もちろん車運転されますよね、はい、だからその本当に車庫、まあ、車庫だったりそのね、OL 交換されたそのガレージから出るときに、感じられるぐらいのその変化率です。気持ちよさが、はい、そうなんです。まあ、実際にYouTube にもその300秒を入れてみた感想を実際にあの動画 で、 で、ね、上げられてますけど、はいはいはい、でよく聞かれるんですよ僕も、はい、お客さんにね、例えばその安いオイルをこうまめに、はい、サイクルで変え、サイクルで変えていくのがいいのか、はい、またまたその 300V みたいにこの高級オイルをおまあ、1回入れてちょっとこう長めに、はい、使ったらいいのかっていうのを相談を受けるんですけど、ぶっちゃけ言いますと、はい、あ それでね、はい、ごめんねいいあのハイエース入れて、はい、でどのくらい持つのかなと、あ、はい、ね、鈴鹿、まあ、僕8台出てますので、はい、まあ、4,5,6,7 ぐらいになると結構もう忙しくもう群馬なんですけど、はい、群馬から鈴鹿まで、まあ、多い時はもう毎週行くんですね。毎週行くんですよ、はい、まあ、大体それでマイレージその、まあ、大体3ヶ月で 7,000-8,000 キロぐらい走るんですよ。で、まあ、大体のそのオイルってもちろんオイルを必ず添加剤入れますので、はい、で添加剤が切れてくるんですよ、添加剤切れてくるんですよ。添加剤切れるっていうのもちょっと頻度としてはすごいすごいなと今思ったんですけど、はい、添加剤は必ず切れるんですね、はい、で添加剤必ず切れて、じゃあそこで何が重要になってくるかというとベースオイルなんですよ。なるほど、わかります。ベースオイル300V は何使ってますか、はい、それが私 300V 使えるようなやっぱりいい車に乗ってなくてですねいつかちょっとグレードアップさせて、はい、もう、はい、っていうふうに考えてるんです。そうなんです、はい、そのベースオイルエステルコアというのを 300V 使ってるんですけども、はい、それがやっぱりね、この長持ちさせてる原因というのもおかしいんですけど、このベースなんだなっていうのをしみじみ感じるわけなんですよ。だその先ほどの添加剤もちろんその 300V も切れるんですよ、はい、ね、何千キロか走れば。そうですね、なんですけども、そのやっぱり底上げしているのはベースオイルの良さがずっとその7000キロまでずっと続くわけですよ。まあその、はい、もう推奨は確か1万キロちょっとぐらいのハイエースは交換サイクルなんですけど、はい、やっぱ7000も走ると気持ち悪いんで、ね、まあ、まあ変えちゃうんですけど、はい、で300V でいいって分かるでしょ、はい、でそれまでは実を言うと、まあ、この量販店で、リッターいくらみたいな感じのそのオイルあるじゃないですか、はい、ります。あれをもう入れて僕はもう、まあ、3000キロぐらいでこう変えてたんですけど、はい、じゃあこれもう一回そのオイルに変えたらどうなるのかっていうのをやるんですよ。だからこれをちょっとランクをちょっとまた下げて、そう、もう一回下げて、はい、その要はその 300V 入れたぜっていうこの高揚感だけで俺はもしかしたら騙されてるかもしれないと思って、はい、でもう一回戻したんですよ、はい、あ、そしたらあ、やっぱり 300V だったなっていうのに気がついたんですね。改めてその 300V の良さをそこでまた知ったという。そうなんです。だからこれ、はい、レースの世界では当たり前なんですけど、はい、その、まあ、僕ら部品を常々こう変えていくんですよ、はい、いい部品に。で変えてって、で変えてって、お、なんかすごいいいよって なるじゃないですか、はい、なった時にじゃあ本当にお前いいのかっていうのでもう一回戻すんですよ、はい、でそれで、まあ、バックトゥーバックっていうんですけど、その、はい、テスト方法を、もう一度元に戻すと、はい、はい、というような感じで、やって、もうそこでもう僕は確信をしたんで、だそれで、あ、やっぱ 300V のその威力はすごかったんだなっていうようなことですね、個人的にやらせていただいております。で、ちなみにそのやっぱそのパフォーマンスもそうなんですけど、うん、まあ、最近よくやっぱり皆さん車運転さ、まあ、バイクもそうです、はい、燃費って気になると思うんですけど、はい、その燃費自体に変化はあったんですか、はい、まあ、これいろいろこうね、ばらつき誤差ありますけども、はい、まあ、全般的にやっぱり伸びましたね。あ、そうなんですね。先ほど言ったように、はい、まあ、常々その全開で走ってるわけじゃありませんから、はい、そうですね、はい、だその思ったのは余分にアクセルを踏まなくて済むんですよ。
さっき言ったようにそのアクセルに足を乗っけただけでスルスルスルって信号待ちから出てくれればブーンって踏む必要ないじゃないですか、はい、だから多分その分が、ガソリンの消費量の少なさにちょっとつながってるのかなって勝手に私は思っているんですよ、はい、運転も優しくなるしこう余裕ができるというそうなんですよだからその、ちょっとエコスタートじゃないですけどふわっとこう、信号待ちからあこのゆったり発信って言うんですかね、はい、何なのか分かります？分かります、はい、そう、だからそれができるようにこう自然となるんで多分ね、はい、あのアクセル踏むのが何だろうこう必要なくなってくるんですよね本当に乗っけただけでスルって出るん で、はい、でその後こう速度に合わせてアクセルを踏んでいくだけになっていくんですよ、はい、ハイエースですよそうあのハイエースあのハイエースですからうちの近所にもハイエース持ってる方いらっしゃって、はい、いっぱいあるでしょで荷物たくさん乗せてそうボーンって車をよく見かけましたそうだ仕事車ほどやっぱああいうなんかオイル入れると、うん、なんかこう優しく運転になれるし燃費も良くなるしみたいなところがあの僕は思いますねはい、はい、ぜひあのこの実際に入れてみたという動画あの YouTube でチャンネルをお持ちであのご覧いただけますちなみにどうやってこう検索すれば出てきますかもうあと何でしょう僕検索したことないんでよく分かんないですけど、はいまあ、多分青木のバスで検索すると何かしら出てくると思うんですよね、はいはい、そんなようなマニアックなあの、動画しか上げてませんので僕は、はい、ぜひご覧ください、はい、であのお時間近づいてまいります最後に一つだけ、はい、もう一つ質問させていただきたいんですが、はい、次にその愛車であるハイエースモチュール製品を入れるとしたら、はい、あのどの商品試してみたいですか何かこう気になる製品ありますか 300V でしょ 300V 入れちゃったからおそらくその何300V じゃないやモチュール製品の中で一番下のグレードを入れたらどうなるのかみたいなそうなんですだそういう、まあ、あの 変化っていうんですかね、はい、まあ時間があればその刻んで全種類とかあのやってみたいっていう希望もありますね、はい、いつかその動画もあの拝見してみたいですねやってみたいですね、はい、やっていただきたいですね、はいはい、ありがとうございますとても興味深いお話もいっぱいお聞きすることができましたまだまだ、ね、聞きたいこともあるかと思いますがそうそうもっと話したいんですけど ね、まあ、今日は何か 何本あるんですか今日は特徴はちょうど半分ぐらいですよ。半分ですか。はい、お疲れ様です。追加してもワンセンスとかね、はい、いければいいと思います。はいまあ、最後に、まあ、今回の実験の総括も合わせまして、お集まりの皆さんにあの一言メッセージをお願いいたします。はい、そうですね。あのまあ、先ほども申し上げましたけど、その 300V の凄さっていうんですか、やっぱりあのハイパフォーマンスの車はそうなんですけど、こう普通の例えば軽自動車とかね、はい、本当に馬力のない車ほど実感しやすいので、はい騙されたと思ってっていうのも。おかしいんですけども一度入れる価値のあるオイルだと思いますのでぜひ皆さん、はい気にしてみてください、はいはい、ありがとうございます とても本当に楽しいトークありがとうございましたありがとうございました青木のバスさんでした皆さん大きな拍手でお送りください皆さんありがとうございました